皆さんこんこにちはお元気でしょうかさて今日はついについにこのアルミを剥げましたこれですお待ちかねの1月に買ったんですけども、えー、ワークエモーション、Z、正式名称 ZR10 ですねえっ、ー、とですね8えっ、ー、と 7.5J オフセットは55ですね えと8ミリですから純正のレヴォーグの V スポーツの円形さんのアルミというのがですね確かえー、っとプラス5555 55なのでえー、っとこちらのえワークエモーションの方が8ミリ外に出てるって言ってるんですけどもどうでしょうちょっと待ちくださいこう見てみるとですね よりもうちょっと外に出てる風に見えるというようなこのリムがちょっと深いという部分があるのでなんとなくねもうちょっと出てるような気がするんですけどもこっちはフロントまあこっちがリアになりますけどもまあでもこんなもんか今これタイヤ4本と冬タイヤ4本とアルミ4つ積んできてるのでまなんとなく車高もちょっと下がってる風に見えるんですけどこれあのもうちょっと多分車高高いと思います。はい 遠まま巻き <laughs> すいません遠巻きから見るとですねこんな感じになってますね、えー、あいやいやいいな赤のリップスポイラーと一緒になってちょっと生え,生えて見えますねいいねあすいません自画自さんで申し訳ないですテンション上がっちゃうな、ま、ということでですねで今回はちょっとこの辺で終わりにするんですけどもえっ、ー、と来週4月の10日か11日にですね早速 あのー、ワインディングの方へ行ってですねこのワークエモーション GR10 GR の走りはどうなのかどのぐらい、えー、とレボーグの純正アルミから変えてどういう走りに変わったのか、えー、燃費はどうなのかとかねその辺のところをです、ねえー、動画アップしたいと思いますので皆さん、その時はご視聴してくださいませ。ははいそれでは速速で 感じですけどもね。この辺で、えー、今日の動画は終わりたいと思います。それでは来週、えー、10日が11日に皆さんお会いしましょう。それではチャンネル登録よろしくお願いします。良い一日を。